こんにちは、えー。今日の映画の感想は、えー、っと、なんだっけ、ウィル・スミス主演の7つの贈り物です。うん、見たことあるかなねこの、まあ、話は、ウィル・スミス扮するトーマスっていう旦那、男の人が、奥さんとか子供もいたのかなあと、婚約者か、婚約者のサラと、まだ結婚してないね。 で、ドライブしてるときに、スマホいじっちゃって、よそ見してたら、あの、スマホじゃないか,から、ケー携帯いじってたら、よそ見してたら、まあ、バーンって交通事故になっちゃって、あの、婚約者も死んじゃうし、それ以外に6人の人が死んじゃうのよ。うん、で、えっと、まあ、罪の意識を感じてる。で、そこから、まあ、最初の方の、まあ、でもこれ言っちゃうのネタバレどうしたらいいこれ。 じゃあさこれ今から、まあ、そんな話だよ。うん、でそこからどうするかみたいな話なんだけどもうここで見てない人見る予定がある人はここでやめて。うん、でまあまあ見た人にと一緒にね話していくとさ、うん、なんだっけ結局まあそれでウィル・スミスは自分は最後自殺してもう生きてても罪の償いもあって自殺することを前提に 自分の臓器を7人の人誰に送るかっていうことを選定する選別する生きがい生ききる目的にするわけねでまあそれであの誰に目をあげようが誰に耳あげようかじゃないけど何あげたか忘れたけど、まあ、その体の7つの部位をあのいろんな人にあげるためにそれぞれにちょっと意地悪してみたり試してみたりするのよで見てる方としてはえなんでこんなことウィル・スミスするんだろう ウィル・スミスの人格ってどういう人格なんだろうって思いながら見てるんだけど、最終的に、あ、みんなに臓器を提供するために誰にあげたらふさわしいかっていうことを選んでたのかっていうのが最後に分かって、おーっていう。まあ途中で分かるけどね、最初自殺するシーンとかね、入るからね。まあだけど、うんと、まず、いい部分っていうのはやっぱり、あの、ウィル・スミスの絵が、 好きなものと全然好きじゃないものがパックリ分かれるぐらいあるんだけど、俺。でもこれは、すごく演技とか、やっぱり上手かったよね。そのウィール・スミスの演技と、あとやっぱりこのどうなるんだろうっていう、このストーリーの作り方。うん。どういう人なんだろうか。ウィール・スミス、この人はどういう、トーマスはどういう人なんだろうって思って、なんでこんなことをするんだろうっていう不可解なところが、最後はなるほどね、っていう、みんなを助けたかったんだねっていう、 あの、ふうに作られてるから、よくできてるから、なんかそこでちょっと感動というかな、面白い映画だなって、おおなるほどっていう部分はあるとは思うんだけど、やっぱり今日ちょっとこのね、感想としてダンスの贈り物言いたかったのは、俺はすごいこれ傲慢、めちゃくちゃ傲慢な話になっちゃってるよなっていう気がする。あの、 今言ったようにウィル・スミスの演技もストーリーの組み立ても最後にこう逆転する感じも見やすいし心持ってかれる演技なんだけどでもその自分の肉体って自分のものじゃないと思うからあのねそれこそ自分が借りてる不動産をさ自分が死ぬからって言って他の人にあげちゃったりさ壊しちゃったらダメなようにね その自分の臓器を誰にあげるかを自分が選んで試したりいじめたり性的関係持ったりしながら選んで、で、それで自分は気持ちよくいいことして死んで、あの、奥さんのもとにあの、婚約者のもとに行って、役に立とうっていうのって、本当に自分の持ってる体とか臓器を自分のものだと思ってて、うん それはね、す,すごく、それでまあ自殺自体を正当化していくっていうね、話になっちゃうからね。やっぱり、うーん、この体をさ、背負って生きていくしかないじゃない、過去の罪も含めてね。この体をね。だから、その病気の人だってさ、それを背負って生きてるわけで、その自殺者が、うーん 自分を選んでくれるっていうね。何て言うのかな。まあその、いいものでコーティングされちゃってるからい、い,いい演技とかでストーリーでコーティングされちゃってるから、一見すごくいい話にも見えるんだけど、やっぱその領域入っちゃうと、自分の体を誰にあげるかっていうところまで、自分の 権利として考えてしまうと、非常に恐ろしいことだなと。うん、むしろ、その痛み、苦しみ、自分の中の罪悪感を持っていきながらも、その6人を助けるとか、あの自分が楽になることをね、選ばないで、苦しみを持ったまま、6人の人を助けていくっていうなら、わかるけど、自分はもう、 死ぬことで上がることを決めて、で、この体もったいないから誰にあげようかなって言っても、その生きた自分の部分を人に渡すから、そ生きたいと思っている自分を何かに差し出すから、それが愛であってね。自分が失いたくないものを、自分が本当は欲しいと思うものを困っている人にあげる、あの、分け合うことに愛があるわけです。 もういらないから誰にあげようかなっていう,うになっちゃったらね。やっぱり自分もお腹減ってるけど、相手もお腹減ってるから半分おにぎりあげるとか、そういうことじゃなくなっちゃうじゃん。もう死ぬからおにぎり食べないから誰にあげようかなってなってしまうと、本当の意味での犠牲を伴ってなくて、むしろその自分の食材の意味、その悲しみ、この罪の意識、故に死を選び、同時に罪意識故に6人、7人の人。 失った6人と婚約者サラの7人、合計七人、同じ数の7人に自分の臓器、捨てる臓器をあげて死ぬっていうのは、あの、生かす行為のように見えて、結局自分の罪滅ぼしの領域から出てない。あの、自分が気持ちよくなる罪滅ぼしの域から出てない。だから、こう、こんなことをする人はいないだろうけれども、あの、うん いいこと、本当に正しい良いことをするっていうことと、自分の罪滅ぼしの実感があることをするっていうのは全く別のことなんで、あの、導入としてはそういうことあるかもし、きっかけとしてはあるかもしれないけど、結局はいらないものではなくて、いらなくなるものではなくて、自分がいると思っているもの、自分も食べたいと思っているものを、愛ゆえに人に渡していくっていうこと。その、 行為っていうのは、うん、それが犠牲であって、それが自分の弱さとか、ダメさとかを背負ったまま生きている人間ができる、すべき良いことだと思うから、ちょっとこのね、自殺を前提して自分が好きな人、自分がいいと思う人に臓器を上げて、それが優しさっていう考え方、描き方っていうのは、 ちょっと良くないな、と。いうのとしても思う。最後にね。うん。映画でした。まあね、その、何度も言うけど、演技もいいし、ストーリーも、描き方もいいから、発動させられたり面白かったりする。そういうの面白く、ては面白いかもな、というのがあるからこそ、なんかそれにちょっとコーティングされちゃって、うん。でもちょっととんでもないことしてるんじゃないのかなって。 いう部分をちょっとね、俺の映画の感想として言いたいなという感じでした。はい、今日は7つの贈り物。みんな、見なくてもいいからね。<laughs>